イラも、まさかお前のお兄さんが気をしっかり持ってくれよ。オイラはお前を信じてる。今はまだ受け入れられないかもしれないけど、お兄さん言ってたよな、オイラたちに旅が何なのか終点気にすんな。でもこれからどこに行けばいいんだ。それってお兄さんと離れ離れになった原因の神のことだ。確かにあの神が、おお、もう風神と眼神の二人には、おお、だからどうやって行くか、オイラもだ、彼女に聞いてみ。こんにちは。あ、で、私ちょっと聞きたいことがあるんだ。ああ、なるほど、そういうことね。よかった。でも、その方法は正解より限る。その方法を使ったからこそどれほど危険かがわかるんだ。あの時頼ることができたのは自分のイカダだけだった。逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水が底をついてね、目の前が。でも終わりじゃなかった。それどころか、そう、まさに九死に一生の旅だったね。そんな危険なのかよ。だってあそこは窮屈なんだもの。あまりにも緊迫した雰囲気で出入りする。あ、環状部、稲妻の様々な事務を管理している部門のことだよ。三部業と呼ばれてるの。例えるならリーユへの七星、その勘定奉行の責務の人、それから最近行われてるね、公共の悪口を言うのはあまり気分が、だからどうしても行かなきゃいけない理由が、そう、それら問題をくぐり抜けることができても、稲妻にたどり着いた外国人を待ち受け、稲妻に人を寄せつけないためにわざ、あそこはただ島内の物資の供給と情報の流通を、でももし本当にどう、イカダは危険すぎるぞ。違う違う、私が言いたかったのはリーウェ。でもあそこって武装船隊だろ。そこはあなたたち次第だね。南十字船隊の機関、じゃあ善は急げだな。早速棟梁の北斗に。面白いものを探し、怖くない怖くない。こいつはどうだ。you
おとなしく仕上がれ。これ。おとなしく仕上がれ。行け。こいつはどうだ？おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ？これ。先生いるて。お？あんたは行幸から聞いたんだ。ある旅人がリ、あいつは目が高いからこんなに人を評価する。その服装と横にいるチビのであんただ。チビじゃない、パイモンだ。パイモン。ふむ、実に興味深い生き物。え？何が何だって？気にしないでくれ。ただ拙者は似たようなもんだが、稲妻では呼び、こいつは楓原和葉。わけあってしばらく私の船に乗ってる。船と海風があるのに潮吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう。確かにな。それは今日次第というもの。何かのために書かれた詩と。せっかくの機会なんだ。それに大英雄も参加する。ちょっと待ってくれ。南十字舞踏会。お、私はてっきりそれの申し込みに来た。南十字舞踏会参加にあたっての決まりは2つ。もちろんあんたにその心配はいらない。あんたより実績のあるやつなんてそういない。2つ、参加者は神の目を持っていてはならない。自分の実力に自信があるのは知ってる。あんたみたいにリーウェイを救った。でもオイラたち本当。そう結論を焦るな。今回の舞踏会、それも主なき拙者が提供したのでござる。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神の目は光を失うが、その抜け殻で何ができるの。ああ、私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する。はその強者を見つけるため、そして神の目を持ってないのならこれがぜ。そうだぞ稲妻。なんだそういうことは早く言え。稲妻に行く程度。もしあんたが勝ったら商品を神の目。こいつを舞踏会。もちろんさ、強者が。どうする、稲妻に行く。よし、じゃあ会場に行って申し込んできな。舞踏会の。さすればあとは結果を待つだけであるな。申し込
の状況を把握しておこうぜ。確か参加者は。こんにちは。みんな。そうだが、君たちも申し込んだのか。だったらまずは舞踏会の決まりを見て。舞踏会は剣法や武器を使って勝負。誰もそんなこと。おお俺か。なんかそんな聞いた大会の実あの時のことはよく。だが俺は一歩も引かず。結構、まあ、オイラたちからすればよし。闘技場で。ああ、武芸を極めるためには実戦で経験を積む必。しかし俺たちにとって修行以外にもあの主な。はい、その師匠。ああ、あのお方は霊山派の創始者で。それもそのはず。あの人は武、彼が霊山派で伝授して。家系気候の一種で身にまとう気。例えば俺。過去に師匠に挑んだ人は手も触れ。確かに本当。学費がいるの。もちろんです、師匠。ただしかもその後ですので、私たちも神の目を手に。大丈夫。そうですね、そうすれば周りから一目置かれ。ああ、ちょ、そこの若いの、つまり僕。お前も言う。そうだ、参加するなら僕。それに神の目は僕にとって唯一。いやいや、別に具体的に何かし、少し自慢になってしまうけど、僕の人生はこれも、どんな試験にも落ちた。みんなの目には、僕は、そう、神の目。こんなに自信満々なやつも水。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも、それに大勢の人に。もちろん僕も何日かかけて武道を学んだよ。ふん、よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。なんかみんな自信満々だったり騙されてたり、実力が普通だったりで。警察層腕相撲を言う。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさか嘘でしょ。本当に噂の。え、あの人神の目を持ってなかったの。その確認ですが。やっぱり彼女が。操船儀式で国政様と話をしてた。ちょっと彼女からサインをもらえない。この舞踏会は神の目を持たない。本当ですか。噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます。でも本当に神の目は持つ。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘を。形式的なものです。魔人オセルを討伐したことは知っています。風魔竜トワリンとも戦っの。優勝は彼女に違いない。今から参加を辞退しても。わかりました、それで十分。はい、登録。大英雄様がこの。そのために来た。他にも商品が。多分北斗さんがその条件を出したから。でも大英雄様、稲妻みな。なるほど、北斗姉様と誰も。あなたが参加すると。とにかく予選は。そうだ、この舞踏会ってお前は神の目を持ってないけど、だから。それにこの程度の相手なら。じゃあ行こう。その自信に満ちた表情。今ではわっ。大注目の優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君大英雄だったのか。こんなの。なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだつわ。
あんたも見ただろ、カズハ。そうであるな。しかし今までいろんな戦いを経験してきた。だから褒め言葉。うむ、褒める。悪くない勝負であった。はあ、実はさっき、それから参加を申し込む人が一気に。だから一般戦だから。うえ、これが姉君の。それに実、それはじゃあまず、ついに、ついに来たぞ。お主の実力ではお主に及ばぬかもしれぬが、油断は禁物でござる。ではおしゃべりは。あなたの準決勝の相手、名は即大英雄さ。このレベルの対決ならこいつは。はい。でやっと来たぜ、大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。汗がたくさん出た。認めよう、お前の方が。そうだな、もしお前が小さい頃神の目が欲しい。だが手に、それからは興味もなくなった。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの、あれ、あの主なき神。いや、ただ勝負がしたかった。だ、敗北の身が力の差を悟らず成長。これこそ本当に実。機会があればまた勝負しよう。そうだ、俺より強い。油断はするな。おい、言っちゃった。決勝戦の相手について。君か。俺は3回戦で。決勝戦は誰が進んだか知ってるか。俺を任した人だよ。すごかったぜ、とてつもなく瞬。少し隙を見せただけ。俺の体格は力比べなら負けないんだが。でもまあ、そいつが。あれ、家計で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい、相手の背避けなかったのは、それが霊山派だと。怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せ。このことは私も師匠に言えません。すみません。あなた、そっか。はい。なんか役に立つ情報はなかったな。実にお見事。相手の動きに慣れるのに少々。しかし迅速に体勢を立て直し、実は耳で聞いたのでござる。確かにな。た、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい。ちょっと聞きたいんだけど、決勝。そうでもない、彼は早い。どうした、決勝戦で吹いて。であれば拙者からまだ話してなかった。おお、それは学問を得れば本を知り、武芸に優れているとは。お主の。おいおい、情報収集も決闘。彼女らはも。そうだそうだし、うえ、おいらたち。その場所へ行けば自然の中。しかしその匂いはあくまで拙者と共に行かぬか。辺りに人影はない。お主は元素力を巧みに扱える。それもいい。なんか最初に会った時から。ああ、会場で聞かなかったのは、お主が元素力を扱えることを。ほか勝負で不利な場面に陥ろうと元素力。拙者は。お主からは似たものが聞こえた。知
信じ、お主らと比べれば神の目に頼らず複数の元素力を扱える人間、それにどこから来たのかも匂いでオイラを判断するんじゃない。その複数の元素力をいかにして、てふむ、ではお主はいかにして元素力を応用し実戦で使用しているの。長い旅を経て、正直もしかすればその不可解こそだが、拙者が持っている情報も共有しよう。ではは戻れ。おとなしくしやがれ。判決を下す。決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし、そやつの勝利はそのほとんどが言い換えれば隙をつ礼には及ばぬ。上やはりなんだかお前って神の拙者が知りたいのは何をもってか。すまぬ、お主不思議な力を見せてくれた礼にいな、それが気になったのでござるか。今稲妻では目が神の目とは、もしも七神が自らの意志によりか、もう長いこと新たに雷元素の神の目を持つ者、なんか話を聞いた感じ、拙者が知る限りリーユへの契約がリーユへを生きる者のためにある。少なくとも鎖に縛られた稲妻の民たちは良い生活を送って、なんかお前が最初に会った神がやりそう、おや前に雷神を見たことが、時により左右されるのは、もし彼女を探したいのであれば彼女いつの日か必ず、さあそろそろ、そうだな、他にやることがないのであれば、うむ、まあいい、全員静粛に。刺激的で緊張あまたの劇的な試合の、まず紹介するのはこちらの、そう彼女こそは魔人オーセルをも恐れさせファデュ、うお待ってました。準決勝ですでに勝、本日の決勝戦は、そしてまったくつまないが、みんなもう少し、何はともあれ会場に待ってくれ。姉君、商品お主もついてきた。どれどれ、ち、神の目、盗まれたのか。そもそもいつぬ、まさかどこ、急ぐ必要はない。ふむ、どうやら盗、神の目は拙者が差し出し、わかった、私はここに、うむ、お主も、でもここってし、拙者と共に来て、ちょうど良い風が吹いている。今が絶好の機会、風に乗って行こう。そのまま次の手がかりを探すでござるよ。商品のことを確認しようと思ったんだ。
盗む音が聞こえたのでござるよ。じゃあどうして止めなかったんだよ。敵にわかるでござる。へいよ。まずい。はあ。やあ。はあ、へい。風が拙者たちを前へ導いてる。盗っ人は向こう岸に着いたようでござるな。また聞こえたのか。一体どんな音なんだよ。うむ、すさまじく得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすく対処できるであろう。風が拙者たちを前へ導いてる。盗っ人は向こう岸に着いたようでござるな。また聞こえたのか。一体どんな音なんだよ。うむ、すさまじく得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすくた。野郎ども追ってだ。かかれ。宝刀弾。どうやら拙者の予想と大差なかったでござるな。道を開けてもらうぞ。やや、やふん、へっ。もっと早く。へい、よ、ふ、へ、や。ちょやあ、へい、ふ、はあ。私の降臨を。この俺よりも足が速いとはな。逃げるためせっかく。どれほど船が速かろうと。風？何を言ってや。ちくしょう。俺にも神の目があれば、この神の目を光らすことさえできれば。神の目とは関係ない。お主は群衆から姿を消すのが。それに逃走経路の選択にも言い換えれば盗みの達人。お前だが、それ以外に拙者を。やはりそれはど。分かった分かった。今回は俺の。この神の目はずっと狙ってたものなんだ。今回お前が決勝戦。俺の実力なら優勝は間違いないと思ったんだ。準決勝を見た瞬間分かったよ。俺に正当な方法がダメなら、皆の注目が北斗と。あれほど準備したのに結局お前たちに追いつか。くさ。でもそれは脅しか。分かった。だが約束は守ってもらうぞ。そういうわけにはいかぬ。盗みを働いた罪は。嘘だ。それに商品を盗んで決勝戦に参加しなかった。どうやら真っ赤に熱した鉄を。話し合いがダメなら、やるしかねえ。何すんだ。へい、はあ、へい、やあ、戻れ。風と共に去れ。
い。生死の狭間に陥り、全力神の目を残して立ち去れ。え、どうした？拙者は別に構わ、いやいやいや、そんなわけないだろ。よく分かんなかったんだ。そのような趣味はない。人は窮地に陥った時、強大な、残念なことに何も起こらなかった。そうでござるよ。あやつが神、それに過去にも主なき神の目が。だが、さ、お主も試してみ。どうやら なるほど。おぬ、気にするでない。こうなると、そうだぞ。それにつ、彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に、無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然、その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼は、その人たち、手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる、と言った。その後、メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は、永遠を構築する瓦となり果てた。そして、拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に、御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は、厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに、無双の人たちに相対するのが、彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者がやってきたことは、浪人の人生には旅。カズハ。さあ、そろそろ戻るでござる。では。あれ、北斗姉様なら今回の皆、北斗姉さん。ただ実は賞賛がないとさ、しからば。そうだった。では規則にのっとり、対戦相手は資格を失う。こんな優勝の仕方。いえいえ、私は面接伴った結果。そうであろうな。だが果てしなく意志で天気までか。リーユへのモラ、とにかくこの機にきっとうまくいく。感謝する。最後に一つ忠告を。